ビオランテ・ベアトリーチェ・ディバビエーラは、トスカーナ大公子妃。フェルディナンド・デ・メディチの妻であり、1717 17年に死去するまでシエーナの統治者であった。バイエルン選定公領にて、バイエルン選定公、フェルディナント・マリアの罰子として生まれる。1689年に、トスカーナ大公国の後継者であった、フェルディナンド・デ・メディチと結婚した。 ビオランテ・ベアトリーチェは夫を愛したが、夫のフェルディナントはとても醜い、つまらない女だと言い放ち、愛情に報いることはなかった。義理の弟にあたるジャンガストーネ大講師は、同情のうちに彼女の味方となった。この遊戯は、ビオランテ・ベアトリーチェが死去するまで続いた。夫であるフェルディナント大講師が1713年に梅毒により死去すると、 子供のいない未亡人であるビオランテ・ベアトリーチェはトスカーナの宮殿に残された。コジモ3世の娘であり、義理の妹にあたる剪定公妃、アンナ・マリー・アルイーザー・デメディチが戻ると、彼女のアリマクシミリアンにせい、エマヌエルの領地であったミュンヘンに陰遁することを考えるようになった。とはいえ、ジャン・ガストーネは彼女が残ることを確信していたし、コジモ三世は、 シエーナの統治を打診していた。その後、ビオランテ・ベアトリーチェは統治者として、シエーナに常駐することとなる。1729年、彼女は公式に、シエーナのコントラーデと呼ばれる、区画の名前と数を定義した。ジャンガストーネが対抗位にある間は、正式に宮廷の越見の資格を認められていた。ビオランテ・ベアトリーチェは、アンナ・マリー・アルイーザーと協力し、ジャンガストーネを、 ラスポンティと呼ばれるわいな取り巻きを様々な祝宴や公式の行事から遠ざけるよう試みていたが、ジャンガストーネはこれらの申し出を退け、彼の知性の最後の8年をベッドで過ごし、数々のラスポンティたちと楽しんだ。ありがとうございます。